こんにちは、皆さん。スプレアートやのめるちゃんと梅ちゃんです。梅ちゃん、いやー、皆さんこんばんは、こんにちは、はい、今日はスプレアートの質問コーナーです。あ、何でもいいよ。まあ、よく聞かれる質問、うん、その1、うん、なんでファイヤーを使うんですかって。ファイヤーを使うのはみんなをびっくりさせるためです。かっこいい。かっこいい。みんな、いや違う、乾かすためです。本当は乾かすためね。乾かすため、絵を早く乾かすため。おお、なんでスプレーで、まあ、仕事やってる、なんかなんでスプレーですか。なんでスプレー、好きだから、うん、好きだから、うん、好きだから、好きだから、まあ、一緒にね、ベロと一緒にやってて、うん、一番楽しいのがスプレーだから、うん、おお、いいじゃん。もともと、まあ、ずっと好きだったんですか。え、まあ、うん、子供から。いや、もう絵はね、22歳まで一回も描いたことない。うわ、うっそ。一度も描いたことない。え、ドラえもんとか。ないの。ほんとにない。絵を描く人になるなんて誰もが予想してなかったと思う。誰もが予想しないと思う。逆になんで、なんか、あし、スプラットやる。いや、お前がやろうって言ったの。そっか、そっか。それで、今日の質問コーナー、スプレーの質問コーナーでした。ちゃちゃちゃ。ちなみに、もうなんかスプレーアートに関してとかね、はい、あの、質問があれば、ぜひ、あの、コメントとかにね、ください。ください。 OK、じゃあ皆さん、また、アディオース。アディオース。